はい。ということでですね、ソロがそういう曲やってるんですけど、なんでこう恋愛が面白いんだろうなって思うとね、いろいろ考えるんですけど、もうその結構見ている方薄々感づいてきてると思うんですけど、割とこうイケメンに生まれてきたんですね。そうなんです。で、顔だけじゃなくて結構運動もまあできるんですよ。まあまあで、一応国立大学出てるんでね、割と人生こうイージーモードで来てたんですけど、恋だけはそうもいかなかった。あのね、どれだけこうこのパラメーターがね、人間のパラメーターがね、良くても振られる時は振られるし、叶わない恋は叶わないっていうね、こう恋だけは思い通りにならなかった。そこがね、やっぱね、面白いなと思って。そうなんです、こう恋愛について日々考えてるんですけど、今日もね、そんな日々考えながら作った曲を歌おうと思っております。よろしくお願いしますね。はい。ね、今日25分なんでね、時間が。パッパとやらないとね、本当にトークが長くてね、終わんなくなっちゃうんで、昨日予行練習したんですけど、2曲歌って終わっちゃったので、トントン行きたいと思います。今日1曲目やりますね。1曲目はですね、タイトルが、アイム彼氏っていう曲なんですけど、アイアム彼氏、俺が彼氏、俺が君の彼氏だよっていう曲なんですけど、はい、メロディーはね、こんな感じです。
とまた演者が煽り直すし、そのタイミングで復活すればいいやってその通りだと思います。なので今一度手拍子をいただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。そして今度は歌声もいただいていいでしょうか。続いて歌ってもらっていいですか。いきます。君の彼氏は俺しかいない。はい、君の彼氏は俺しかいない、はい、君の彼氏は俺しかいない。次は心の中で歌ってみる。君の彼氏は俺しかいない。心の中で目で歌いかける。君の彼氏は俺しかいない。目で歌いかける。吐息で。俺しかいない。はい、もうちょっと、もうちょっと徳永っぽく。君の彼氏は俺しかいない。はい、もっと徳永っぽく。君の彼氏は壊れかけのレディオ。はい、福山で。君の彼氏は俺しかいない。福山で。ちょっとしゃくれてみるとそうだったりします。君の彼氏はアンチャ。はい、君の彼氏はアンチャ。ありがとうございます。こんな感じです。今日僕の出番はこんな感じです。みんな最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。君の彼氏は俺しかいない。いつも近くで見てたから、暗い未来ももう怖くない。どこと何にいてよ。着地できない。ありがとうございます。彼氏ずっとこの君の彼氏は 俺しかいないって言ってる時のこう正面にいるのがモナ あのピアノの方で、ね、ちょっと複雑な気持ちでね歌ってましたけど ねちょっとじゃあ愉快な曲を歌ったところで2曲目はですね、ちょっとバラードを歌いたいと思います。ね、恋をしててね思うんですよ。何がこう恋をしてて楽しいかなっていうと、こう純粋な気持ちに戻れるですよね。こう理屈とか計算じゃなくて、もう止まらないというか、好きが止まらないというか、そういう気持ちになるんですよね。そういう瞬間がやっぱりいいなって思うんですけど、その純粋さは時にね人を狂わせる時がある。なんかこう一歩間違えば犯罪になってしまいそうな行為にこう人をさせるよね。そんな瞬間を歌にできないかなと思って作った曲をやります。似た顔の人好きになり、呆れた人と笑うけど、皆が引くほど君が好き、それを分かる聞くほど君が好きという曲です。よろしくどうぞ。あざとさがまた癖になり、溺れる僕も悪いけど、皆が引くほど君が好き、それを分かってくれよ。Facebook は同じ名前がいっぱい出てくる。
君の美しさ、それを伝えたいだけなんだ。孤独の雪が降り積もり、身動き取れずにいる夜も、愛も変わらず君が好き、それを分かってくれよ。誤解を恐れずに言えば、僕は君のプロフェッサー、研究者兼評論家です。独自の観点で見つけ出した君の美しさ、それを伝えたいだけなんだ。じゃあここでね、皆が弾くほど君が好き恋愛相談のコーナーに入りたいと思います。曲の途中ではありますが、普段今日でライブ2回目なんですけどね、前回は皆が弾くほど君が好きエピソード披露のコーナーだったんですけど、今回から恋愛相談になりました。ですね、今回相談が入ってるのはですね、僕の幼馴染の女の子がいるんですけど、その子と彼氏の間で起こった、事件ですね。LINE でいただいた、その LINE の文章をそのまま読みたいと思います。昨日の夜久々にユージさんから連絡あった。存在すら忘れてた。ユージさんっていうのは高校時代の先輩らしいんですけどね。でそれを受けて俺がなんて来たのって聞いてます。私のアイコンが気になったらしくて、バフェット読んでるのって。バフェットっていうのはアメリカの投資家みたいなんですけど、その本が映り込んだアイコンだったらしいですね。うん、で続きますね。彼氏のだし読んでないんだけどね、彼氏といる時に来たんだけど、ユージさん投資とか興味あるっぽくて、多分それで連絡来たんだけど、かっこにしても謎だけど。そんでしばらくやり取りして、ちょっと難しいこと言われたから、彼氏の仕事投資関連だし、彼氏にやり取り見せて、これどういうことって聞いたのね。そしたら無言でユージさんのことブロックされた。そこまでする？と思ったけど、彼氏は別に嫉妬とかじゃなくて、言ってることがうさんくさかったらしくて、私が丸め込まれようとしてたのを防いだらしいんだけど、でもなんか一応私の知り合いだし、ブロックまでしなくてもっていうか、人のことブロックしたの初めてだから、どうなっちゃったのか少し不安。普通ここまでするっていう相談なんですけどね。どうですか？まあいろいろ人それぞれね、価値観はあるんで、正直まあなんだろう、この彼氏の気持ち分かるよっていう人いますか？自分だったらブロックしちゃうなみたいな。いないね。まあブロックまではしなくてもいいかなっていう感じかな。そうだよね。なんかでも一番ね気になるのがね、この彼氏の言い分だよね。別に嫉妬とかじゃなくて、言ってることがうさんくさくてみたいな、丸め込まれようとしてるお前を助けたんだっていう、どうすかこれ。なんかね、俺もいいけどみたいなね、お前を守ろうとしてみたいな、そういう感じがちょっとなんかナンセンスな気もしちゃうな。うん、なんかもっとね、嫉妬ってさ、なんか伝え方、もっと上手い伝え方あるよね、きっとね。もっと素直に言えばいいと思うんですよね。もうそのやめてみたいな、連絡取らないでみたいな、無理みたいな、不安って言っちゃえばいいんですけどね。これ隠したのが一番良くないですよね。ちなみに自分もね、昔付き合ってた彼女がね、その元彼とあるバンドのライブに誘われてるんだけど、行っていいかなって聞かれたんですよ。その時俺ね、いや俺はいいけど、その元彼のためにならないじゃないかなとか言ってました。俺同じことしてたんですよね。よくないです。素直に言いましょうね。はい、で以上恋愛相談のコーナーでした。ありがとう。はい、じゃあ一緒に歌いますよ皆さん。いきますよ、続いて歌ってくださいね。皆が弾くほど君が好き、皆が弾くほど君が好き、はい、たくもどうやら夢に出るほど君が好き。
好き。はい、穴が開くほど君が好き。意味ね、思い込み、思い詰めすぎて意味ね。足がつるほど君が好き。もういても立ってもいられず、はしゃぎ回っちゃったよね。お茶を摘むほど君が好き。それリラックス効果を求めて。犬を飼うほど君が好き。一人じゃ寂しくて。袴着るほど君が好き。なんかちょっとめでたい気分になっちゃって。死ぬほど君が好き。この思いの熱さで熱消毒みたいな感じで。皆が引くほど君が好き。ラスト、ありがとうございました。受けた受けた。あそうなんですか、あのね、楽器ギター弾いたことある、弾いたことある人は分かると思うんですけど、このねカポタストって言うんですけどね、これね、あの今日一組目の鈴木拓君のね借りてます、これありがとう、拍手。ありがとう。やめてください、恥ずかしい。バカだれ。自信持っていけよ。一個下なんですね。今日初めて会ったんですけど、もうすっかり弟というか、そんな感じがしてますけどね。じゃあ次で、最後の曲になります。ね、まだまだ素敵な方々が出てくるんでね、最後まで楽しみましょうね。はい、で最後の曲は、あの本来だったら、ラブソング界の大巨匠、大先輩であるあの西野カナさんのダーリンを全力で弾き語って終わるっていうのがいつものスタイルなんですけど、今日はちょっと違う曲を歌いたくて、それが聴きたかった方はまた今度来てくれたら歌いますね。つい一昨日、4日前ぐらいにちょっとポコッと曲を作りまして、最後にね、急にすごく普遍的で真面目なラブソングになってしまうんですけど、その曲を作った経緯というのがね、僕のすごい仲のいい友達がいて、中学時代からの友達がいてですね、でツイッターとかでもそのやつとつながってるんですけど、その彼がね、いわゆる闇ツイートというかね、マイナス発言をしてた。普段全然そんなことする人じゃなくて、すごい明るくて、俺もよくこう唯一そいつにはね、死ねとかね、汚い言葉を吐けるぐらい仲のいいやつがいて、そいつがこうある日ね、ツイッターであれちょっと生きてる意味わかんねえみたいなことを書いてて、いやまあね、そういう時ってあるじゃないですかね、俺だってあるし、多分皆さんも1回ぐらいはあると思うんですけどね。
んか率直にね、死なないでって思ったんですよ、俺は。生きてくれって思ったんですよ。ね、クソじゃないですか、誰しもこう自分なんかも死んだっていいって思うんですけど、絶対に誰かしら死んでほしくない人がいるわけですよ。俺だって死んでほしくない人いっぱいいるし、そうで、どう しようと思って、その闇ツイートを見て、別にね、見てみるふりをしてもいいし、別にそんな大したことじゃないかもしれないし、なんだけど、なんかこう、それを見たときに、あ、こいつになんか言わなきゃなみたいな気持ちが芽生えたんですよね。死ぬなじゃないけど、なんかとりあえず俺はお前のこと好きだよって言いたいなっていう気持ちが芽生えて、それでできた曲なんですけど、とにかくね、 I love you っていっぱい言う曲になってますこんな感じです。 I love you,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  I love you。 簡単でしょ。 I love you, I love you、もう歌いそうでしょ。はい。 I love you,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  I love you。 コロナ禍ででもいいです。 I love you,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  I love you。 まだ名前もない曲です。 I love you って5回歌う曲です。その俺のすごい大事な友達とここにいる皆さんに捧げます。聞いてください。ありがとうございました。ひろきでした。あ、物販でね、 CD とあと今日からですね、所有欲をそそるブロマイドっていうの売ってるんでね、1枚100円で売ってるんで、ぜひ見ててくださいね。それ以外もいろいろやってます。手相占いとかも全然何の知識もないけどやるんで、ぜひ寄っててくださいね。話すだけでもしましょうね。ありがとうございました。ひろきでした。全員で言うみたいな、そんな感じが多分いいと思うんですよね。して、いいですか、やってみても。いきますよ。I love you, I 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 love you。 答え1回目言って。 I love you, I love you、
るんだ。